ほれ、あ、ちょいちょい、ここに一本で穴あかかった。おっそすー、デイブザダイバー続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあまた新しいチャプター入りまして、いろいろお話が、また楽しみになってきてるんですけれども、何から見ていこう。やらなあかんサイドクエストはまだまだとりあえず大量にあるんですが、メインとしては氷河通路の扉を開こうということで、天神の家の前でスワムに会ったら多分進むと思うんですが、結構なんかいろいろ前回のラストでまたなんかマグロヨットパーティーやるからみたいな感じで、で今日の午後にはコブラさんね、コブラが何かマグロを取るための道具、それを持ってきてくれるっていうお話になっております。ああこんな感じだけど、あとは、あ、そや、いいね押しといてあげな。またウルフィールの尻尾だって知らんけど、お寿司なのに羽がある、うまいんですかそれ。ガハハ、強い自信にも平気な番長寿司。後ろに俺いるわ、私映り込んでます。ナイスなアイデア思いついた、次の作品に乞うご期待。ああまたあの監督もなんかやってくれんのかな。オットさんは農場の仕事を始めてから腹が空くようになっての完食や。テキストでもなってのとか書くんやね、オットさんは。おもろいな。ここはまだやね、もっと増やしていかなあかんよね。 OK、 あとは何ができるようになってる。武器ショップなんかびっくりマークついてんな。アップグレードできるやつがある。ネットガン、小物を取るときにこれは多分使えるんよな。ネットガンを作るためにダフは、あ、わざわざ水中潜ってバーン。いやネットガンちゃうやろそれ。強化です、面白いわ。ネットガン持ってってみる。でもでかいの出てきたとき困るからな。どうしよう、とりあえず潜る。この辺のなんかいろいろ取らなあかんのいっぱいあるからさ、午後になったらマグロ取るためのなんかが来るって言ってるから、まずは潜るでいいよね。コクジラを探すっていうそのサイドクエスト、ちょっと早めに終わってやりたい気がせんでもないんですけど、あ、ネットガンに入れ替えるの忘れてる。ネットガンがあれば多分この辺の小物たちを大量に取ることができるんやろうな。でも取ったら取ったでさ、結局お荷物パンパンってなるからさ、そこをもっとやっぱ強化していかないといけないよね。難しい。ちょっと待って、補助道具ってこれ、あ、このチャプターからじゃああれかな、そのマグロを取るためのやつをコブラさんが持ってきてくれたら、また新たに補助道具が持てるようになって、海での行動のできることが増えていくのかい。重すぎるやろ、すごいな。とりあえず下の方潜っていってちょっといろいろ探そう。あいつらは取ったことはあるやつですか。ポン、いや違う、あ、小型ネットガン持ってきてる、俺間違って、あー小型ネットガンでした。あ、それ、ちょ、いや俺、なに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 、これ、これ、これ、知らん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 、お前ら知らん、ちょ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 、ああ、酸素の残量には常に気を配るよ、デイブ。あれ？持ち物がなんか思ってたのと違ったんですけど。これにしときます。アップグレードで強化したら勝手にそれを装備するっていうことなんかな？なんかちょっと。やってまいりました。ただいま。ああ。ラインドシーホース。とりあえず、いただいておきます。おいおい。やってもうたやんけ。なんかちょっとどうなんやろ、海の中の環境チャプター変わってまた
ちょっと強い出来とか出てくるなってんのかな。さてそれじゃ本格的にマグロ狩りを始めるとするか。危うく俺狩られそうになってたんやけどな、さっきな。まずはこれを受け取れ。鋼鉄センサー網トラップ。いかに素早くて大きなマグロだろうと、これに触れれば身動きが取れなくなるぜ。そして本日の秘密兵器、これ水中ドローン。なんせ高価なものだからな。以前君に壊されて、俺壊しましたっけ。君に壊されて以来なかなか手が出なかったんだが、いやあれは使い始めた途端に壊れたんですけど、不良品らしいです。こんなビッグなチャンスには果敢に投資するのがビジネスマンってもんだろ。ガハハ。口説明するより直接見てもらった方が早いな。水の中に潜ってみろ。え、行くの。装備変えたかったんですけど。行きまーす。潜りまーす。チャプター5。え、さっきのも何、大量に小魚がなんか攻め込んできたけどさ。どうもー。で何すんねん今は。あ、何も銃撃ったりとか今できへんぞ。何すん。これはできるけど、これしかできひん今。森で撃ったりとか、そういう行動が取れへんぞ。ポン。味噌。あ。お、早速のマグロ？美味しそうって思ってもた。あ、マグロが現れた。あんなに大きいのに、すばしっこいんだな。逃がすのはもったいない。コブラの道具を使って捕獲できるはずだよね。どうやんやろう。何？マグロの移動経路を予測して罠を仕掛けよう。ほれ、あ、ちょいちょい、うわぁ。ここに、ポン。で、穴、あ、かかった。で、マグロに近づいて引き上げドローンで、あ、怖い。ブーン、はいってやるとドローン持ってく便利。おお、こんな重いマグロを一気に。ドローンのパワーってすごいんですね。ガハハ。自力で持ち帰れない魚はこのドローンの力を借りるのが一番だな。魚を無傷で高ランクのまま持ち帰るにはこのドローンが必要になるだろう。とりあえず君に貸してやる。存分に役立ってくれ。値が張るのでひとまず基本モデルを注文したが、アイダイバーから機能を強化できるはず。マジか。それじゃマグロパーティーまでにできるだけ材料集めようぜ。すげえ。網で捕獲したい大きな魚は引き上げドローンで回収できます。回収には制限があり、アイダイバーでアップグレードできます。ってことは、危ない、どいてめえ。深海の方にいるあれかな、サメとかもこれでいけるってことかな。ただ一発しかやっぱ撃てへんやな。そんなにマグロって浅瀬にいんの？潜ってまだここ8メーターとかで、おい。ダメージ、あ、潜ってもうドン。ダメージは多分出てないよね。また面白いことできるようになったやん。これででもでっかいの持ってる必要がなくなるっていうことになるんじゃない？ハッシュダーツ取る前に、せっかくやからちょっと小物をゲットしておきたいな。小魚たちに向かって、てんってやると、結局でも、持つのは持つのよな、やっぱな。あ、間違った。あ、お前らサイズでも全然いけんのか。あ、便利。意外と。でも戦いには不向きなのよね、こいつらね。だーぶんな、お前ちょっと、やばい、早い。ここら辺にポーンって出しといて、やばい、くるくる、ちょっと待って、ハッシュ出してほしい。ハッシュ。ハッシュに入れ替えて、ここよ。眠れ、バカめ。おれ、どうじゃ。眠らんかい。はい、眠れや。おら、いっぱい刺してんのにー。あれ？眠らないやつ。そしてもう弾なくなったから。眠らないやつか、こいつは。やばい。そうなると。勝てへんし、この下どうやって行こう。あれ？雑の落とし子だ。今お前じゃないけどな。ちょっと。ライフル系がやっぱいるな。
ごめんな、網に入れたままで。弾取って、ちょっと武器先確保せなやばいぞこれ。あの左下エリアちょっと行けへんぞ。おーい。いや、こっちじゃない。こっちだ。こいつらもさすがに取ったやつかな。ほれ！なんか全部新しい姿に見えてきたわ、最近。ライフルください、ライフル。ライフルありませんか？エスケープゾーンと、パカッチョ。これは、ベリベリステーク。あ、武器武器武器。わざわざ武器入ってますよって書いてくれてるっていうね。ライトニングじゃなくて、そうじゃねえんだよな。俺が欲しいのは、ライフル系、スナイパー系、もしくはショットガン系。それが欲しいんですけど。イエイ。出てきませんか？またサメいるやん、あそこ。さっきのやつかな。今は一旦逃げるが勝ち系。あいつ襲ってくる系やな。おい。てめえ。めちゃ外す。眠れ！お前はさすがに眠るよね。どうだ？麻酔効いてませんか？あなた、どっちそれ？寝た。痺れながら寝よったこいつ。バカ目が。で、逃げる！危ねえ。ちょっと待って。今は、装備が良くない。装備が良くない。来ないで。めっちゃ追いかけてくる。やばい。どっか行って。おい。ビリビリー。やばい。死ぬ。死ぬー。あ、逃げた。バカメガっていうか、空気ない？缶詰じゃなくて。空気。やばい。あった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 。危ねえな。殴られて空気減るってやばない？漏れてるやん、それも。なあ。うわあ、もう。お前も眠らへんよな、多分な。あれは？サメー！何？ちょっとチャプター変わってからやっぱ、戦い系が増えてきてない？鍾乳洞窟。うわ、あ、ちょ、ここは昔来たはず？来てるはずよね。ちょっと待って、五門、何だっけ、五門がまらやったっけ、さっきの黄色いやつをなんかあと一匹集めれば的な。もうめっちゃ来るな、今回は。さっき黄色いやつ、いたよね。どこ行った？あ、あっちサメいる。あれ？黄色っ子。黄色、いたあいつに、うれ！眠れ。眠れ。おやすみ。よし、オッケー。これで、なんか3分の3ってなってたもんな。ダメージ10。感電効果10秒維持。どっちがいいんやろうな。あんま日本刀で、ダメージガッツリ与えようなんていう気起こらへんからこっちの方がいいよね。はっ、やば、やば、くるくるくる、あいつ来るから早く逃げて。結構まだ70、80メーターとかのそのラインでもなんか装備によってはちょっと怖いな、この辺。それは海ぶどう。クラゲは今はええよな。はっ。ベル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 。さっ。てん、てん、てん、てん。オッケー。ここ、ちょっと、取るよ。ささ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 さ。なんや、今の。この辺来たことないんかな、俺。そもそも、なんか、クジラを探さなあかんっていう、その
やつ達成すんのなんかむずない？全然いる気配ないんですけど。取らしてよ。ささ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 牛エビ。めぼしいアイテムは別にないよね。マグロもどうせ今取る能力はないからな。ビリ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 ゾーン、あいあい、ビリ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 、どうじゃどうじゃ、ほらゲットさせんかい、こら。よしで眠らす系じゃなくて、そうそうそう、こういうのがないと今んとこサメには勝てんからな。なんか知らんけど今勝手に酸素が補給されたぞ。ちゃうわ、こいつは前取ったけどまだ1匹しか多分取ってなかったやつのはず。おいおいおい、お前らは誰が初めましてかもうわからんのよ。初めましてマークとかつけてくれへんけ。で君は誰？敵対心はない。優しい魚だね。優しさの魚はなんぼでも取れるから。 HP 高いな。でもお前は、はい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 、もっと痛めつけなあかん。なかなか、おい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 、え、ゲージ溜まるそれ。おい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 、ギリいけたみたい。あ、こいつクラスも呼べるんや。5キロ以上の魚とかってことかな。その場合はあいつら呼んだ方が栄養的な感じ。味噌じゃなくて醤油。いや、空気まだ拾うのはもったいない。でも他のさ、いろんなイベントあるけど、コクジラ道に迷ったようだね。鳴き声が聞こえないか周辺を探してみようって言ってるけど全然おらへんやん。探す場所がこっちじゃないってことか。クジラの親子はだいぶ浅瀬でやってた覚えないけどさ、あいつらどこ行った？最近全然、うおー、はてなんじゃねえわ。やったろか、おい、やったろ。おー、来るのねお前。じゃあデイブを舐めるな、危ない。俺は今、あ、なんでもないです。意外とあなたぐるっと回れるんですね。あぶねえ、ちょっと銃構えさせてえな。ふいや、ズーンズグトパバカヤロ、あっちさっぱビリ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 、痛い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 、やめてやめてやめて、嘘嘘嘘、もうふざけんなこらバカホコラ、許さんぞお前。やってくれたな、いっぱい拾ったのに。次会った時絶対ボコボコにしたろからな。やっぱなんか水中スクーター持ってる時じゃないとなかなか逃げられへんな。やべえぜ、食材が全然ねえぜ。マグロだけ取れたけど。え、番長は優しさでいいねってやってくれたけど絶対思ってないやろ。ここでちょっと、あ、お金結構俺溜まってきたから、足早ナールとかないんかな。これ深く潜れるやもんな。空気とスピアガンちょっと強化しといた方がいいかも。青ザメ盛りやっていいやん。次は4500。じゃあ一旦空気も増やしとこう。なかなかお金高なってきたよ。で予定じゃなくて、これでさっき俺なんか3分の3ってなったんはあっちか、こっちのやつか。これやね、これのやつを取ってたのね。研究ポイントアップ。
まあいいでしょう。またなんか新しいの増えとるしよ。止まりませんなこの辺な。あとは夜に潜ったらなんかあるってこいつ前言ってたけどさ、佐藤さん。佐藤さんのやつもまだ何も進んでないよな。なんか知らん？コーラさん。どうしよう。夜にこっちとか行ったらなんかなる？あんま夜って、あ、オットさん夜もこんなところで？そんなテント一枚、え？布っきり一枚でそんな。農場の白米四つかやん、もう少しええ寿司が作れるで。インディカ米で握った寿司はあくまで邪道やからな。だってさ、いいんですか？そんなところで。白米。あ、雑草ね。雑草というか、こういうの取っとかなあかんやな。あ、よかった。来てよかった。来てよかった。これを農場ファームナウとかで見ると、あ、雑草が1とか書いてるね。こうやってやれば雑草0に変わんのか。あ変わったっぽいよね。一応何日に雑草1個とかそういう感じ。まだ見方がよく分かってねえけど、多分これでいけてるでしょう。そしてこっちは増えてきたな。密集度はまだ49。黄色肌が増えてきたから厨房に置くとけ。もっと置くとけ。あ、売ってみろ。安い。安いぐらいやったら厨房に置くれ。この辺はでも多分安い食材なんやろな、やっぱな。こっちはまだ密集度44やけど、増えてきたね。でもね、一匹ばっかりやな。2匹にならないと増えへんのよな、多分な。もうちょっと様子見でいいかも。こっちにもすぐオトさん移動してるけど。オトさんが夜の、あ、夜解放するっしゃ。いいね。新しいエリア解放がまずは優先で間違いないでしょう。せっかくやからちょっとまた夜の海潜っとこっかな。夜の海がさ、なんかあるって前回佐藤さんが言ってたはずやから、渦巻きかなんかがあるって言ってたんやったっけ。そこになんかボスクラスのなんかがいるでみたいな、そういう話じゃなかった？でまた間違って小型ネットガンのまま来てる俺。戦いがあるかもしれんって言ってんのにな。向こうの方にすげえ小魚とクラゲみたいな見えるけど、どこにそれあるんやろう。前は下の方俺確か潜ってったはずやから、ちょっと夜の海の今回は浅瀬を攻めてみるか。お、ナイスショットガン。こちらはよし、浅瀬を攻めてみましょうか。あー、お前懐かしいな。おら、違う、森を使おうとしてたんです。森、あ、ウツボちゃんいる。ちょっと待ってな。おい、ウツボちゃん久しぶり。ショットガンやで。おいや、一発は外れちゃ、一発外れちゃったけど、おい、前のポヨンっていうあの森とはもう違うからな。なんかちょっと変な音はするけどな。クラゲも襲いってきがちやから。音が可愛いな。強いな、でもお前な。よし、アコクラゲ。なんか夜の海で新しいこと起こってほしいけど。佐藤さん、どこですか？どこで何かボスクラスのやつがみたいな、いるんでしょうか？あー、サメいる。あのサメはさっきのサメとは違うよね。さっきのサメいたら
やるぞ俺は。やっちゃうぞ。まだ3発。いや、これまだ置いとこ。取りに帰ってくる可能性があるから。やっぱ浅瀬はめぼしいもんがないよね。弾あるんやったら、お前らにショットガンぶっぱぶっぱ、おいぶっぱ、おら、あ、ちょ、あ、つ、つん、ふっつ、おら、おら、よしね、はよしね、硬いのよ。空気残しといてよかった。これで今は愛想戦うべきではない。ショットガン、ただ結構近距離までやっぱ寄ってからじゃないと全部の弾当たらへんからさ、そういう意味でやっぱ初期ライフルが一番使い勝手は確かにいいんかもね。あー、ちょっとあそこの箱だけ開けたいっす。寄せつけーのー。ういー、そう思うとでも森で24食らってるからさ、36ぐらいしか多分ダメージ出てなくない？あれ。ポン。ネット。しかもレベル1。いらない。OK。あのサメっぽいのは、あいつでも敵対心なさそう。いや、あるわ。うわ、この辺めっちゃあるわ。はーい。はい、はーい。ズン！ OK。んで、あ、空気ありがとう。第一第一。エスケープポットもある。あのサメやってみようか。今、弾いっぱいあるから。こいつ、やったことあるよね、さすがに。おい。フッタバーン！おい。どうじゃ、こら。はい、相手、ごめん。近づかなあかんのがむずいのよ。よし。そろそろ、まだか、まだもう一発ぐらい。おらからの捕まえ、だでー。いや、まだ血が出とらんから、やばいやばい。空気一回飲んどいて。危な。おい、待て、弾取ってすぐ行ったろ。お前は今度に、お前はバーカ、あ、バーカ。ほい、まだか、だい。ピッピッピッ、いやー、おらー、ツボがー。で、弾補給してきたぞ、こらー。で、あ、使おう。重たいもんな、お前な。こういう使い方できるんだね、ドローンは。便利は。あ、ツマグロザメ、初めてやった。よかったー、言っといて。はじめましては嬉しいよね。へい。ホワイトシュリンプ。でも相変わらずやっぱボスクラスっぽいのは、こいつ倒したことあったっけ？出会った覚えはあるけど、倒したかどうかは覚えてない。はん。は？あ、ちょっとやめて、それ。怖い。からの B。危な。やったことあるな、あいつは。弾なくなったから、ちょっと。さ。そろそろでも、エスケープポットも、スナイパー。エスケープポットも見つけときたいよな。スナイパーは弾が貫通するけど、ってやつやんな、確か。ちいけない。でも弾3発しかないのよな。お前も初めましてちゃうか。すな、すな。遠目からでもいけるのが強い。いや、ただの鬼かもせと。しょうもないもの、またしょうもないつまらないものを売ってしまいましたわ。
この辺もでもないな、別に佐藤さんが言ってたようなそのボスがいそうな渦巻きかなんかわからんけど、そういう感じのやつ。俺の探索がダメなのか、もしくはあの時しか無理やったんかな。うわ、レベル2か。ちょっとそっち行っちゃいいけど、ボスが出てくる可能性あるんでね。まだこんな感じで。あ、いや、これ事件よね、多分。やな。あらららら。こっちでもない?ちょっと別の場所じゃあ、移動してみなあかんかな?そこ、通りますね。ささ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 さ、危な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 。おい。ちょっと空気こうなっていいだな。弾より空気。あったあった。ナイスー。この辺空気めっちゃあるな、なんか。ってことは、この辺にボスがいたりとか、そういうお話でもないな。ここまでやなした。あの時しか佐藤さんが言ってたやつでやっぱ戦えへんかったってことなんかな。それともまた別の場所に全部探索できてるわけじゃないからな。なんもねえか。おーい、平和というかなんというか、なんかこの辺全然魚すらおらんぞ、この辺。おい、どうなってんね、夜の海。こんなもんなのかい。あ、なんかわからんけど3分の3ゲット。いいよ。で、そろそろ持てなくなってくるよ。 62.7、 これ持ったら多分、あ、63ジャスト超えた。超えてもうたらもう帰るしかないか、なんか。あ、倒したら。何キロオーバーしてる今。63.2。天狗さすってて。よし。遠距離、砂です。砂です。砂です。おいー。で、弾ない?どっかに弾。あれ、置いてたりせえへんかったっけ?せこい戦い方?さっきやった、俺をやったのは多分あいつやろ。どっかに、いや、空気じゃなくて今欲しいのは。お。武器。ポン。小型ネットガンじゃねえんだわ。これじゃダメージ与えられんから、ちょっとあいつやってやりて。でも失敗もしたくねえけど。お、設置型センサー爆弾。あんまりうまく当てれた覚えはないけど、これならワンチャンっていうか、ちょっとなんかもう体が勝手に重たいって分かっててもなんかいろんなもん取ってま。捨てて捨てて、バカだな俺は。あれ?これなんや?フラスコか。いける?設置型爆弾で。はっ、はーはっと。うつ、当たってない!くー、当たってない!ちょっと。この辺にゴツーンってこう。はあ、当たったけど40しか食らってない。えい、やべ、さっきのよりは届かへん。あ、たまった、たま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 、よし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 、くんな、よし、くんな、バカアホ、こらやったらからな。さっきの仕返しを。逃げて逃げてー。おら、俺はそこじゃねえぞ、こら。どうだ、
もうちょっと一旦空気で、ほい、ね、当たれへん。うん、下手くそ。よし。こんなん取れんのけ。下手くそ、当たらへん。ちょっと遠い。当てさせて、28。優しさの28。ほら、どうだ、まだか。まあ、まだやろな。こんなでかいんやもんな。おっしゃ、いったボケ、こら、さっきの。やってくれたな。もうこいつ倒したことあんのかい。切り身持ってました。重っ。一気に30キロクラスまで。じゃあ帰るわ。どこに佐藤さんが言ってたなんかボスみたいなのいんのかな。ちょっと気になるんですけど、見つかりませんでしたわ。そして、ただいま。今回はいいねでやってるよね。よし、これでお寿司屋さん行って、普通に営業するだけかな。またなんかいる？あ、またなんか来た。またビップサミー超新星ラッパー。こらこら。サミー、マネージャーがこの辺りでそれらしい人を見かけたって言ってたよね。へい、ミスターいたん前、ちょっとして。いらっしゃいませ。ひょっとしてこの店は野菜寿司をやってたりしませんか？よう絶対よういらん。野菜寿司、そんなものはないな。近そうなのは太巻きくらい。そうじゃなくて新鮮な野菜で。やはり仕方ないですね。よう、わかりました。よう、ではバイ。あら、ですよの最近は書いてた。あ、どうした？はこの曲は僕のファーストアルバムのタイトル曲、ホットペッパーツナ。ホットペッパーツナ、ホットペッパーツナ、ホットペッパーツナ。面白い曲流れてる。ふ、拙者ヒップホップには少々興味があるというな。 MC サミー、あら、知ってんの？なんと僕のことをご存知でしたか。ではもう一度聞きますよ。このサミーのために野菜寿司を握ってもらえませんか？よ。ふむ、厨房に野菜がないわけではないが、あり物で作るわけにもいかん。少々時間をくれないか。3日後には用意しておこう。また出た。いいですよ、それくらい待てます。これさすがに歌ってるやつ、さすがに日本語ではないよね。では3日後にまた来ますよ。楽しみにしてますよ。ですよ。すいません。あ、パンチョさん、何かいいアイデアあるんですか？ない。じゃあどうするんですか？作物関係に詳しいオットなら何か分かるかもしれんからな。彼に相談してみようと思っていた。そうかもしれないですね。電話してみましょう。電話アップ。おー、デイブ、どないしたんや？と、野菜寿司をご希望のお客さんがいまして、その材料を仕入れるのにアドバイスをもらいたいんです。あ、でも米植えてたところの右側にもなんか植えれそうやったよね。あ、野菜寿司、わしなら、それならわしの好物でよう食べとったで。ははい、そのお客さんとやら通やな。ちょいと時間もらうで、久しぶりに夜間作業せなあかん。マジ？明日の朝に連絡するから楽しみにしとき。もっとさ、めっちゃええ人やん。了解です。明日の朝に行ってみますね。思い出の野菜寿司。あ、養殖場からも来て、もういっぱいですね、相変わらず。あ、マグロ丼とか。これは作れるようになっとかなあかんやつかな。マグロ使っちゃうけど。え、卵ってある？卵、そういえば俺まだ作れるようになってないと思うんやけど。なんかでも、おもろそうやし、この辺はちょっと解放しといた方がええかな。どこでまた使うかわからんもんな。イエイと思う。ゲットはスタッフのマキちゃん、だいぶ強くなってきてるから、そうなってくるとパイさん、パイさんもいらん。マキちゃんちょっと教育して、マキちゃん現場立たせてみる？パイさん、ちょっと答え、ゆっくりしとき。
このびっくりマークなんやろ、びっくりマークっていうか電気のマークなんやろ、調子ええでみたいな、なんかそういうのがあったりすんのかな。あとはちょっとこの配膳メンバーが、配膳メンバーがもうちょっと強えのが欲しいから、もう一回チラシちょっと巻いてみよう。新しくちょっとええやつ来へんか、募集かけといて、京子とかこの辺がな、この配膳が最近ちょっと大変なのよ。教育するお金がないわ。これでいかなあかん。そういうことやね。なんかニューっていうマークがついてんやけど、今日こうなんかすんのか、これ遺跡って何やったっけ。え、遺跡って、あ、遺跡料とかあんや。いや、マキはさすがにマキさすがに遺跡させたらよくないよね。なんか重要キャラちゃうの、関係ないの、もう無視していいんかい。サメ強化、ああ握って、うん、お醤油塗って、出来上がり、ドゥーン。どうも。何個かやっぱでも強化しといた方がいいやんな、この辺。マグロパーティー用に何個かマグロどうせ取るんやろ後で、と信じているぞ。ウニでクラゲも強化しつつ出して、難しいなバランスが、ほんまでもな、強化しながらも多分できるだけ提供できる料理を増やさないと多分お金が稼げない的な感じよな。レベル高いやつを置いた方がだからいいんやろうけど、マグロ系はまだ出さん、もったいないぞ。でもレベル高い料理を出しとかんと多分稼げないから、この感じでいくぜ。あー今、あー、いや、京子に任せよう。よし。で、何にしようかな。お茶、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 あ、お茶はあいつが、あ、ごめん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 。あ、ちょっと私が、あ、私がちょっとミスりましたね。はあ、あ、ごめん、ごめん、ごめん。立ち回りが大変だね。あ、すぐにお持ちしますわ。あ、よし。よしよしよし。あ、大変。あちゃあちゃあちゃあち、急いで急いで、お待たせしないでよ。うちはお待たせしないがモットーで頑張りたいけど、あビールね、よいしょ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 、ギリ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 、どうだ、グッド。いやパーフェクトはむずいな。で、あ、もうみんな帰ってた、わさび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 、難しい。営業終了。どう？いや、少ない売上。貸す売上でした。大丈夫け？番長よりはでも俺の方が経営能力は高いはず。あ、雨降ってる日に夜潜ったらなんかいるんやったっけ？なんか。ちょっと思い出した、そんなことを佐藤さん言ってた気がする。よデーブ、よ眠れたか。まあそれなりに。昨日野菜寿司の材料が欲しいと言っとったやろ。お客さんの、お求めのお客さんがいまして、お寿司は魚で握るのが一番なのにね。とりあえず農場に来てみ、面白いも見せたろて。モットさんほんまええ人やん。新しいスペースができたんですね。わはは、米ばっかり栽培しとったら足と退屈やしな。わしが昨日ちょいちょいと手を加えてな、はたじを一つ作っておいたんや。はたじですか。せや、いろんな野菜を栽培できる場所や。野菜寿司だけやない、きっといろいろな料理の役に立つぜ。おお、それは嬉しいですね。さて、はたじは直接管理する必要があるからな。ちょいとばかり説明したる、耳かっぽじってよく聞けよ。とりあえず工作に必要な道具と種やるわ。受け取りや。
あ、保管箱を開けて種を確認しよう。あ、なんかじょうろも出てきた。あ、種をクイックスロットへ移動。はい。で、ほれ、さっきのあのナスと人参の種を土に埋めてみたらええ。ナスと人参植えんの？それぞれ3束ずつあるさかい、二十歳1列がいっぱいになるで。あ、LBRB でクイックスロットから選んで、ポイポイポイ。で、次はナスナスナス。こんな感じ。ようやった、うまく負けてんな。さて、次は右をやる、溝やる番や。今日のように雨の降る日は水をやらんでええかな。今は練習やからやってみな晴れ。みな晴れ。これで水を汲みに行くのか。ささ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 。綺麗な水なんやろうな。種を植えた土に水をやろう。ほい。ほい。どんな気色んな要素のゲームあんのほんま。おー、こんなにすぐできてしまうとはな。やっぱしあんたには才能があるんや、作物は生きとるんや。ほっとくと死んでまうで。ファームナウを確認して豆に手入れしに来てな。たまに立ち寄って雑草抜いたり水をやったりしてくるや。作物の状態もファームナウアプリで確認できるさかい、おろそかにせんできっちり世話するんやで。はい、これで野菜寿司の材料用意できますね。畑地を使用できるようになりました。畑地ではさまざまな野菜を栽培できます。新しい料理の開発に必要な食材を直接育ってみましょう。はあ、水やりまくったらまた腐ったりとかする。で、雑草抜いて、あれ、これ1個枯れてない？あれ、白米って俺5箇所に植えてなかったっけ？気のせいですか？これでまたナスと人参ができるようになるのか。すごいな、ほんまな。止めどなくできることが増えていきますけど。ああ。なんだかんだで、いろいろ潜ってるだけでほんま。デーブ、海に潜るならまず装備整えておけ。そうやな。ってことは、あれやな。小型ネットガンをちゃんと変えとかなあかんよな。あとは水中スクーターがそろそろ。10円やったら確かに安いもんかな。小型ネットよりもスナイパーは弾が少ないから今んとこやっぱこれやんな。水中ライフルレベル2、これがこまめに弾数も8発あってやから、まあまあ戦い向き。ダフさんどうなんですか。エコウォッチャーでまたこういうの入れて、氷河通路のメインミッションまだ全然進んでないけど、うん、ですよの最近ワーが来たもんな。やることいっぱい。あーいっと今ってんやで。ほんまアップグレードできるようになった時にこれ教えてくれるっぽいね。便利。オッケー。ファームナウで、うん、次またいろんなことできるようになったし、ちょこっと今回は普通にフラフラしてるのがメインにはなりましたけれども、多分今回雨降ってきてるし、雨の日の夜に行くと多分いいんやろうね。なんか佐藤さんが言ってたなんかが見つかるんやと思います。あとはやっぱ海に潜ってたから多分時間が営業時間が短くなって営業時間が減ったってことかな。そんな気がいたします。ということでまたできるようにできるようになったことが徐々に増えてきておりますが、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。今でこのゲームの進捗どれぐらい進んでんやろうね。なんかまだまだありそうやで。それではまたよろしくどうぞ。